関係の正規化は関係データベースにおいて関係を正規型と呼ばれる形式に準拠させることによりデータの一貫性の維持と効率的なデータアクセスを可能にする関係設計を導くための方法である。正規型には様々なものが存在するがいずれにせよ正規化を行うことによりデータの冗長性と不整合が起きる機会を減らすことができる。 多くの関係データベース管理システムは論理的なデータベース設計とデータを格納する物理的な実装方法とが十分に分離されていないので完全に正規化されたデータベースへのクエリはパフォーマンスが良くないことがあるこのような場合パフォーマンスを向上させるためにデータの一貫性の低下と引き換えにあえて非正規化されることもあるある正規系であるためにはある時点で たまたま関係中にあるすべての組の値が、その定義に当てはまるだけでは十分でなく、過去及び将来において、その関係中の組に増減があっても、定義から外れることがないように属性が定義されていることを要する。注意すべきは、実際の関係データベース管理システムでは、属性の定義域に合致する限りで、関係の中にどんな値からなる組でも入れることが、できるが、 ここでの議論は、関係には、それぞれの属性に対応した現実の事象を表す、組として、システム要件上あり得るものだけが入るという暗黙の制約が仮定されていることである。言い換えれば、正規系の定義では、各属性の値が属性ごとに一定の意味を持っていることが仮定される。これは、正規化が与えられたある特定の要件に対して、 ある特定の妥当な設計を導くための方法であることに由来する。例えば、気象観測システム内に観測日、観測地、気温という列からなる気温観測テーブルがあるとき、6、9、東京、20といった気温の観測データと考えられるものだけが入ると考え、システム要件から見てありえないもの。例えば、6、9、東京、 マイナス1000といったありえない気温を持つ行や、政治家の誕生日、氏名、身長を表す、1、8、小泉純一郎、169といった項が入ってくることはないと仮定される。そのような仮定をすれば、それぞれの定義の化する条件を常に満たすと言えるとき、それぞれの正規形であるというのである。以上の理由により、ある関係の形式的な定義を見ただけでは、 それが正規系であるかどうかを判断することはできず、それには各属性の意味ないし、それに関するシステム要件を知る必要がある。ただし、この種の議論を行うとき、属性などにつけられた名前が自己説明的であるときはいちいちそれらの意味を明示的に定義しないのが普通である。これまでに様々な正規型が定義されてきているが、 1> 第一代後世紀形及びボイスコット世紀型が特に広く知られている。以下ではこれらの世紀形の定義を列挙する。以下で後に示した世紀型はそれより前に示した世紀形の十分条件になっている。例えば第3世紀型は常に第二世紀形である。なお、歴史的な順序としては、まずエドガー・エフコットにより第3世紀型までが定義され、 次に、第3世紀系の修正として、ボイスコット世紀型が定義された後、ロナルド・フェイギンにより、第4世紀系及び第5世紀型が定義された。これらの定義に沿った世紀化は実務的にもよく行われるが、その際は第3世紀型までに止めて、それで一応十分に世紀化されたと考えることが多い。関係がスカラッチのみを持ちうる時。 その関係を第一世紀系であるという。スカラッチとはそれ以上分割できない値のことを言い、単一の数値や単語は一般にスカラッチだが、表や配列、間まで区切った文字列などは普通スカラッチではない。第一世紀型を満たさない関係は、その中の値を必ずしもリレーショナル演算の対象とすることができないという問題を持つ。第一世紀系の定義が意味することは、 リレーショナル演算は単一の値として定義された以上に分割してデータを取り扱うことができないからその必要があるデータは初めから単一の値に分解した形で関係に格納できるように設計すべきだということであるつまりある値がスカラッチであるかどうかはその値をそれ以上分解して操作する必要があるかどうかによって初めて定まる 同一定義域に属するスカラッチを複数組み合わせたものを一つのデータとして関係に格納しようとするとき、そのデータを繰り返しグループや反復群などというデータベース設計を行う際、スカラッチでないものを導入する必要に迫られる場合にはこのような形になっていることが多い。繰り返しグループを排除して第一正規型にするには関係内の反復する内容をそうでないものと、 別々の関係に分割し、それらの関係を主キーと外部キーの関連で結びつければよい。ある関係が第1世紀型で、かつすべての非キー属性がすべての候補キーに対して完全従属するとき第2世紀形であるという。つまり第2世紀型では候補キーの一部に関数従属する非キー属性があってはならない。A び B を属性、または 属性の集合としたとき、A が B に関数従属するとは、B の値を決めると、常に A の値が一つに定まるような性質を A が有することを言い、これを BA と書く。矢印の左側、つまりここでの B のことを決定項、右側、つまりここでの A のことを従属項という。属性の集合は、でくくる。会員番号。 会員指名という関係の場合、会員番号が決まれば会員指名も一つに定まるから、会員指名は会員番号に関数従属する。この例でわかるように、関数従属しているためには、従属項の値が単に一つの値に対応することだけが必要であり、従属項の実際の値を導き出すのに、決定項の値だけでは、情報が不足していても良い。つまり、 関数従属とは決定項が従属項のデータを取り出すためのアドレスとして使えることを意味する。複数の属性からなる決定項のうち一部の属性にも関数従属することを部分従属といい、複数の属性からなる決定項に関数従属するが部分従属はしないことを完全従属という。つまり決定項に 余分な属性がない場合が完全従属である。候補キーでなく、かつ、候補キーの一部でもないような属性を、引キー属性という。候補キーに、部分従属する引キー属性は、それらが表す事象の発生、消滅、変化の点において、その他の属性と直接の関連がないにもかかわらず、それらとともに一つの組にまとめられてしまっている。そのため、 第二世紀系でない関係は、そのような属性を、その他の属性とは、独立して、挿入、削除、更新する必要が生じるにもかかわらず、それをすることができない。第二世紀型では、この問題の一部が解決されるが、推移的関数従属性が残る。例えば、会社コード、代表者氏名、従業員番号、従業員氏名という従業員代帳関係で、 会社コード、従業員番号の集合が候補キーだとすると、会社コード、代表者指名という部分従属があるから、この関係は第二世紀型ではない。この関係では、会社コードと代表者指名の対応が組によって異なるという事態が発生する危険があるし、従業員のデータが存在しない会社については、会社コードと代表者指名の対応を保存することができない。 第一世紀系の関係は常に無損失なように第二世紀型に分解することができる。無損失とは分解してできた関係を結合して元の関係に復元できることを指す。ある関係が第二世紀型でかつ引き属性があるならばそれらすべてが候補キーに非推的に関数従属するとき第三世紀系であるという。キー A び 引き属性 B、C を含む関係があり、A、B かつ BC のとき、C は候補キー A に推移的に関数従属するという。推移的に従属する属性に従属する引き属性も同様である。非推移的に従属するとは関数従属するが、推移的に関数従属していないことを言う。第3世紀系の目的と利点は第2世紀型とほぼ同様で、 際は、第二世紀型が候補キーの一部に対する従属を問題とするのに、対し、第三世紀型は他の引き属性に対する従属を問題とするという点である。例えば、会員番号、氏名、所属店コード、所属店名という属性からなる店舗の顧客会員代帳関係では、会員番号、 所属店コードであるが、所属店コード所属店名でもあるから、所属店名は、会員番号に推定的に従属する。したがって、この関係は、第三世紀系でない。所属店コードが同一なのに組によって、所属店名が異なるという危険が生じうる。店会員がいない店舗に対するコードと名称の対応を、保存できない点など、不利な点は、第二世紀型と同様である。 第2世紀系の関係は常に無損失なように第3世紀型に変形することができるが、その方法には妥当でないものがあり得る。例えば、先ほどの例で挙げた関係を第3世紀型に変形する方法としては、会員番号、氏名、所属点コード、所属点コード、所属点名の2つの関係に分解する方法と、会員番号、氏名、所属点コード、 会員番号所属店名の二つの関係に分解する方法が考えられるが、後者の方法は妥当でない。なぜなら、この方法では、先に挙げた不利な点が解決されず、更新異常を防ぐためには、両関係のデータ間の関連が監視されなければならないからである。このようなことが起こるのは、元の関係にあった所属店コード所属店名の関連を、 分解後の各関係における関数従属性から導くことができない形になっているからである。一般に関係 R をその射影である関係 R1 と関係 R2 に分解して正規化する場合、R1 と R2 の上の関数従属性から R の関数従属性を全て導くことができ、かつ R1 と R2 に共通の属性がそのいずれかにおいて、 候補キーを構成するという条件を満たすように分解するのが妥当である。なお、このような条件を満たす分解を従属性保存といい、その場合の R1 と R2 は両関係中のデータ間の関連を監視することなく更新できるという意味で独立であるという。第2世紀系の関係は常に無損失かつ独立なように第3世紀型に分解することができる。 妥当な第三世紀型では、関数従属に関する更新以上の問題が、ほぼ解決されるが、複数の属性からなる、候補キーがある場合に、まだ例外が残る。ある関係上に存在する自名でないすべての、関数従属性の決定項が、候補キーであるとき、かつそのときに限り、その関係は、ボイスコット世紀系であるという。すなわち、ボイスコット世紀型では、 すべての属性が候補キーに完全従属する。この定義には第三世紀型への言及がないが、ボイスコット世紀系の関係はすべて第三世紀型でもある。ボイスコット世紀型はほとんどの場合、第三世紀型と等価であり、複数の属性からなる候補キーが複数存在する場合にのみさえが生じうる。第三世紀型は非キー属性を 重属項とする関数重属性だけを問題とするので、候補キーを構成する属性の間に、候補キーを決定項としない関数重属性が存在することを許す。ボイスコッド正規型では、この問題が存在することを許さない。ボイスコッド正規型は、いわば第三正規型をより完全にしたものである。第三正規系の関係は、常に無損失なように、 ボイスコット正規型に分解することができる。第4正規型では、候補キーではない属性への立ち重属性を持った属性があってはならない。立ち重属性の定義を述べる。R を関係とし、A、B、C を R の属性集合の任意の部分集合とする。R のある体に対応する B 値の集合が A 値だけに依存し、C 値には独立かつその時に限り、 B は A に立ち従属しているといい、次のように表す。例を示して説明する。この例は講義コースの関係データベースである。各コースで推奨されている参考図書がある。各コースには講義する予定となっている講師がいる。講師はコースに属している。参考図書はコースに属している。講師と参考図書は互いに独立している。こうしたことから、 このデータベース設計には立ち重属性が存在すると述べることができる。この例の関係はコース、参考図書、講師を候補キーとするボイスコット正規形であるが第四正規型ではない。仮に AHA コースに新しい参考図書を追加しようとする場合、そのコースの各講師のデータに対して参考図書を追加しなければならない。逆に AHA コースに 新しい講師を追加しようとする場合も同様である。形式的にはこの例の関係には次の二つの立ち従属性がある。この例の関係のように、決定項が候補キーではない立ち従属性のある関係では、上長性がある。正規化においては、自命でない立ち従属性の存在する関係においては、決定項が候補キーである場合に限り、第四正規形である。 この時立ち従属性は事実上は関数従属性である。立ち従属性は関数従属性を一般化した概念と位置づけることができる。前述の例の関係は次のように二つの第四世紀系の関係に分解して正規化することができる。第五世紀型を満たす関係はその関係が第四世紀系であり、さらにその関係に含まれる結合従属性の決定項が 候補キーのみである場合、かつその場合だけである。第5世紀型は、遮影から結合正規型とも呼ばれる。結合従属性の定義を述べる。R を関係とし、A、B、Z を R の属性集合の任意の部分集合とする。この時、R が A、B、Z 上の遮影の結合と等しいときかつ、その時に限り、R は結合従属性を満たすという。 例を示して説明する。この例は医療情報の関係データベースである。このデータベースには精神科医保険会社病気関係が一つ存在する。精神科医保険会社病気関係の候補キーは精神科医保険会社病気である。この候補キーは三つの属性から構成される複合キーである。各精神科医は それぞれがいくつかの保険会社から払い戻しを受けて治療を行う。各精神科医はそれぞれがいくつかの病気を治療することができる。各保険会社はそれぞれがいくつかの病気を保険の対象とする。精神科医は患者に対して払い戻しができる範囲での治療法を行うことができる。患者は病気にかかっており契約した保険会社の保険に入っている。 精神科医と保険会社と病気の正当な組み合わせだけが、この関係に含まれるような制約が全くなかった場合には、この3つの属性を持つ精神科医保険会社病気関係は、まさしく現実世界の要件に適合するように再設計をしなければならない。しかしながら、ここで次の規則を適用すると前提する。ある精神科医が、 保険会社 P の保険に入っている患者に対して払い戻しができる範囲での治療法を行うことを承認されていて、その精神科医は病気 C の治療ができるのであれば、保険会社 P が病気 C を保険の対象としている場合、その精神科医は病気 C にかかっていて、保険会社 P の保険に入っている患者に対して払い戻しができる範囲での治療を行うことができるという命題は間にならなければならない。 精神科医保険会社病気関係には明らかに冗長性がある。ドクター・ローエンスタインのデータを例にして考える。精神科医保険会社病気関係は第4世紀系であるが第5世紀型ではない。なぜなら精神科医保険会社病気関係においてある結合従属性を満たすが、これはこの関係のただ一つの広報キー、精神科医保険会社、 病気によって意味されるものではないからである。戦術の前提の下では、精神科医保険会社病気関係は3つの関係に分解することができる。精神科医保険会社病気関係の分解手順は次の通りである。この関係分解により冗長性がどのように除去されるのかに注意すること。例えば、ドクター・ジェームズがフレンド・レイケア社から払い戻しを受けて治療するように、 なる場合を考える。関係分解前の精神科医保険会社病気関係では、ドクター・ジェームズは、フレンド・レイケア社が保険の対象としている不安状態とうつ病の治療ができるため、精神科医保険会社病気関係に2つの組を追加しなければならない。関係分解後では、精神科医保険会社関係に1つの組を追加するだけで良い。第4世紀系の関係が、 第五世紀系の条件を満たさないケースは、稀でありほとんどない。第四世紀系の関係が、第五世紀系の条件を満たさない、稀なケースとは、第四世紀系の関係の属性値の組み合わせを、正当にするための複雑な現実世界の制約が、その関係では強制できない場合である。もしこのような関係が、第五世紀型に正規化されていないのであれば、 その関係に含まれるデータの論理的一貫性を保つための負担の一部をアプリケーションソフトウェアが担わなければならないのである。アプリケーションソフトウェアはその関係に対して追加、削除、更新を行う際にその関係に含まれるデータの論理的一貫性を保つようにする責任を担わなければならない。そしてその関係に含まれるデータの論理的一貫性が損なわれるリスクは 日を追うごとに増えていく。対照的に関係が第5世紀型として設計されていればデータの論理的一貫性が損なわれるこのようなリスクは除去される。第5世紀系の有用性についての計画、戦術の例での3つの関係のうち2つの関係だけを結合するだけでは誤った組みが現れる可能性がある。正しい結果セットを求めるには3つの関係すべてを 結合しなければならない。ドメインキー正規型では、すべての制約は、ドメインとキー制約の結果として生じるものでなければ、ならない。CJ デート、藤原譲るほか、1997年、P358CJ デート、藤原譲るほか、1997年、P362CJ デート、藤原譲るほか、1997年、 P363 ありがとうございます。